俺は俺よりも偉そうな奴が苦手だ。つまり貴様のことは苦手だ。獅子王湊。へえ、それは知らんかったわ。そういうところだぞ。俺の正々堂々とした先制攻撃をいとも簡単にスルーしよって、チャラチャラウェイウェイしてる輩はさっさと滅びるがいい。喋り方が面白えな、お前。ここに来る前は何やってた？なぜそんなことを聞く？ゼロツーは全員プロで演劇の経験ないんだろ？けど見たとこ素人全面に押し出してんの譲るだけだし、お前なんかやってたんじゃねえの？ふん、なるほど、気づいてしまったか。俺のただものではないオーラに。ただものじゃねっつか、様子がおかしいっつかさ。やかましいわ。で、何者？グイグイ来るんじゃない。デリカシーを養え。聞かれると困んなら遠慮してやんよ。黙秘権を行使する。すげえ堂々と言うじゃん。いいんですか、新さん。黙秘権とは、事故の供述したくない事柄について沈黙する権利及び、沈黙していることを理由に不利益を受けない権利のことで、つまり図星ということになりますけど。匠、お前んとこのボスだいぶ面白いな。愛嬌あるっしょ。黙れ、そこのチャラを2名。